北川さん、どうしたんですか？五条くん、今何してた？寝ようとしてました。こんな夜遅くに何かあったんですか？声が聞きたくなったっていうか。お？怖くて寝れないんだけど、本殿の通見ちゃって。でもこの前は怖くなかったって言ってましたよね。あの時は五条くんもいたし、ギリ平気だったけど、ひょっとして物音にもバチクソビビっちゃって。目開けたまま頭洗った。誰かなんていませんよ。普通に無理なんだけど、スマホ使ったホラーだったから。